覚悟を決めましょう。4番金子、初日5着、2日目2着、地元 SG、 まずは一つ勝ち星が欲しいところです。9レース間もなくです。スタートまで3秒を切りました。9レース準々決勝戦スタートしました。6番の佐藤麻耶、今日もスタートを決めるトップスタートだ。6番佐藤麻耶が先頭、4番金子続いて2番手、真ん中5番の松尾3番手です。中枠勢1周3コーナーいい位置取り、金子が仕掛けて6番佐藤麻耶を捉えました。続くのが5番の松尾博文です。佐藤麻耶はスタート決めたんですが3番手に下がっています。1番の山田4番手、その後は7番の松山、3番の岡部です。後方に8番の高宗、最後方に2番の渋沢です。4番の金子、1周3コーナー早めに先頭をダッシュしまして逃げる体勢を作ります。8番の松尾博文、こちらも追い込み型、さばき強力、今日は展開も早めに金子を追う展開です。この2人が完全に抜け出しました。6番の佐藤麻耶はスタートを決めたんですがこの両者に抜かれ、ここにも追走できずや離された3番手、そこに山田達也が接近します。残りは3周回です。先頭4番の金子、2番手は5番の松尾、3番手佐藤麻耶の内を救ってくるか山田達也、3番手は川口勢で接戦、ここで山田が前に出ました。3番手、残りは2周回です。先ほどのレースとはスピード感が違います。やはり乾きが進んでいるような走路コンディション。金子先頭、松尾2番手、離れた3番手は1番の山田、佐藤麻耶、その後が3番の岡部です。前の2人、松尾は一度仕掛け切れるか、ここで来た、青旗振られてファイナルラップ、伸び返す金子先頭キープ、松尾2番手、最終周回のバックストレッチに入っています。3番手は1番の山田達也、一度の仕掛け、松尾博文、ものにできませんでした。金子が先頭キープ、金子先頭、松尾2番手、離れた3番手は山田達也、最後の直線、金子今シリーズ初勝利、五輪。9レース準々決勝、ここも地元勢、金子大輔。1番人気2連複4と5の組440円、1番人気3連単4番5番1番で2690円、3番人気。覚悟を決めましょう。時間を追うごとに、そして雨の量によって走路コンディション、見た目も大きく変わっていきます。6番佐藤隆也、どのような展開を自ら作っていくか、1番人気です。スタートまで3秒を切りました。10レース準々決勝戦スタートしました。中枠勢やや出遅れた、内の1番山際、2番の二村、外からは6番佐藤隆也です。2番の二村トップスタート、6番佐藤隆也続いて2番手、1番の山際、内から5番の平田です。4番永田は中段5番手の位置、7番田村、8番笠木、3番斉藤最後方です。レースは2周目に入っていきます。走路に関してですが、それほど濡れている様子は選手の走りからは感じられません。先頭2番の二村、捉えに行くか佐藤隆也、ここは抑え込んで二村、29期両者が競り合っています。3番手は完全に離れています。こちらも29期5番の平田、その後ろでは4番永田、ポジションも4番手に上がっています。残りは4周回です。前2人、1着争いは二村、佐藤隆也、この両者、3番手には5番平田、攻めてくるか4番永田、4番永田イン捉えてきました。平田をさばいて3番手に浮上して、レースは後半残り3周回です。前の一騎打ち続きます。二村飛龍と佐藤隆也、懸命に守る二村飛龍、佐藤隆也かなり揺さぶっています。今度は外から覗かせて、さあどのように二村を攻略するでしょうか。
二村先頭、佐藤孝也ここか、残り2周です。インコース入るか、伸びる二村、伸びる二村先頭キープ。6番佐藤孝也、2番手変わらず、3番手は4番永田平田を突き放しました。7番田村が現在5番手。4コーナー立ち上がって残り1周、佐藤孝也もう一度仕掛けきれるか。青旗振られてファイナルラップ、二村が必死には持っている。このブロックはかなり強力、佐藤孝也でも攻略するのは簡単ではない。最終コーナーもいけなかった。2番の二村先頭キープ、6番佐藤孝也2番手、4番永田3番手です。2番の二村飛龍シリーズ初勝利です。ゴリ10レースの準々決勝戦勝ちました、2番二村飛龍。2連複2と6の組、230円1番人気、3連単2番6番4番ね、1000飛んで20円3番人気。3連複決めましょう。4番青山1番人気、8番中村京介、1番の鈴木博一人気続いています。11レース間もなくです。まで3秒を切りました。11レース準々決勝戦スタートしました。最内の鈴木博一、真ん中青山周平、外からは8番の中村京介、この3者がスタートを決めました。しっかり残した鈴木博一、どこまでこの先頭をキープしていけるか。早めに動くか青山、ここは2番手、3番手8番中村、その後が7番の森谷、相当に持ち出しました6番の加賀谷です。6番の加賀谷、この後の勢いはどうか。レースは2周目です。1番鈴木博一先頭、4番青山2番手、3番手は6番の加賀谷です。6番の加賀谷のまくりがいい、青山を捉えて2番手に上がってきました。どちらかというとややこのレースは出走路っぽいような選手の走りになっています。6番の加賀谷が外をまくっていく、加賀谷のまくりが決まりました。1番の鈴木博一が2番手粘って、4番の青山は3番手、一瞬ここで鈴木博一の内を狙いましたが入りきれず、再び体勢を作り直すことになります。先頭6番の加賀谷、2番手粘る1番の鈴木博一、青山周平狙っています。3番手、残りは3周回です。鈴木博一はこの番手をキープしたいところですが、先頭6番の加賀谷、ここは突き抜けた、2番手粘る1番鈴木博一、3番手4番青山周平、そこから少し離れまして8番中村、7番の森谷、残りは2周回です。やや内が空いたか、青山が突っ込む2番手争い、なんとか懸命に抑えています1番の鈴木博一です。先頭6番の加賀谷、1番の鈴木博一2番手キープ、青山は3番手、青山の連勝も止まるのか。4コーナーを立ち上がりますと残りは1周です。青旗振られてファイナルラップ、体勢変わりません。6番加賀谷抜け出して2番手粘る鈴木博一、青山周平今度は外から2番手を伺いますが、やや滑っている。鈴木博一が懸命の抵抗します。2番手争い並んでいます。鈴木博一が前2番手、青山周平3番手、直線勝負になります。先頭は6番の加賀谷、2番手は鈴木博一を超えた青山周平か、加賀谷先頭ゴリ。11レース勝ちました6番加賀谷武明。610円3番人気、3連単6番4番1番で11280円30番人気。3連複146の組み合わせ。覚悟を決めましょう。
果、今日3日目で3連勝を決めた選手はここまで出ませんでした。ナンバーワン鈴木圭一郎はどうか。12レースまもなくです。スタートまで3秒を切りました。最終12レース準々決勝戦スタートしました。6番鈴木圭一郎スタート出ていきました。トップスタートです。7番の泉田がそこに続くスタート。1番浦田はインから3番手、その後3番の篠原、後方で2番の栗原滑ってしまいました。後方に交代です。先頭6番鈴木圭一郎、見事なトップスタートでした。7番泉田2番手、3番手は浦田、内を狙う篠原ですがかなり滑りがあります。4番の砂見が少し外に持ち出しましたが、このレース早くも一本棒の状況になりました。4番砂見のまくりはどうか。先頭6番鈴木圭一郎、ここはもうちぎっていきます。2番手が7番の泉田、3番手1番の浦田、一着勝負ですがやや苦しいレースになっています。その後は3番の篠原、滑って3番手浦田との差をかなり広がってしまいました。4番砂見もその後です。先頭は6番鈴木圭一郎ちぎって、2番手7番泉田修介、3番手1番の浦田慎介、この2番手3番手の車間は2車身から3車身ほど。4番手篠原、5番手砂見はこの両者からは少し遅れを取っています。残りは3周回です。鈴木圭一郎は6枠から見事なスタートでした。トップスタートであとは独走です。泉田2番手粘っている、浦田3番手です。レースは4コーナー立ち上がって残り2周回の終盤戦です。浦田が前に迫ってきてチャンスを待つようなレースになってきています。泉田そして浦田、7番泉田と1番の浦田、この2人の2番手争い、ここが焦点となります。浦田はこの泉田相手にどう攻めるか。残りは1周回、青旗振られてファイナルラップ、ここもインには車を向けられません。このレースは鈴木圭一郎をちぎって2番手泉田、浦田最後は外から行くが、まだ泉田が優勢で最終コーナーです。泉田浦田最後の直線は並んできそうだがどうか。先頭は6番の鈴木圭一郎圧勝です。3連勝5塁、2番手は最後外の浦田か。12レース勝ちました鈴木圭一郎3連勝です。1と6の組1180円5番人気、3連単6番1番7番で7600円26番人気、3連複1、6、7の組み合わせ。注目の結果は